しよう、どうしよう、どうしよう、全然決まんないよ。こっちの服がいいかな。あ、でもこっちの方がいい。これとこれ組み合わせたら可愛いかも。はいはい、可愛い可愛い。ちょっとトモエ、ちゃんと見てってば。普段から瀬田先輩には会ってるんだし、そこまで気合を入れなくてもいいだろう。何言ってるの、カオル先輩の大事な舞台なんだから私もちゃんとしなきゃ。そうなのか。トモエも聞いたでしょ、カオル先輩がどれだけ今日演じる役を大切に思ってるか。カオル先輩は真剣に役と向き合ってて、思い出したら泣けてきちゃった。ひまり、あの時も聞きながら泣いてたもんな。泣かずにはいられない話だったんだもん。カオル先輩の情熱がギュッと詰まってて、その気持ちが私にも伝わってきちゃってさ。まあ情熱は私も感じたよ。今日のカオル先輩の舞台さ、千里さんも応援してるし、きっといい舞台になると思うんだ。最高の舞台で最高の役を演じるカオル先輩、早く見たい。ひまりは本当に瀬田先輩が好きだよな。うん、だってカオル先輩はかっこいいだけじゃないもん。それは分かってるって。優しいよな瀬田先輩。それだけでもないの。カオル先輩って何事にも丁寧に向き合う人だから。ほら、ホワイトデーの時のこと覚えてる？ホワイトデー？ああ、バレンタインのお返しにミュージカルやったやつか。あの時、カオル先輩は一人残ってずっと練習してて、それはバレンタインにプレゼントをしてくれたファンの子に対して最高の舞台を見せたいと思ったからだよね。なんていうか、その真摯な対応っていうのかな、心の底からファンの子のことを思ってくれてるんだなって。そういうのすっごくかっこよくない？あと一人一人に個別のメッセージを書いてたのも感動しちゃった。カオル先輩にチョコをあげたのなんて一人や二人じゃないのに。そういう全てに真摯に向き合うところが素敵なの。瀬田先輩のそういうところは確かにかっこいいよな。最初カオル先輩にお返しのことで相談された時は、まさかミュージカルをやるなんて思わなかったからびっくりしちゃったよ。ああ、私も参加してみたら結構楽しかったけどな。うん、結果的に私も見る側じゃなくて出る側になったけど、本当にいい思い出。ダンスの練習は大変だったけど、そういうのも含めて忘れられないミュージカルだったよ。そういえばあの時美咲が言ってたな、瀬田先輩はみんなを幸せにするのが自分の幸せみたいな人だって。本当にその通りの人だよな瀬田先輩って。美咲ちゃん、分かってるな。そう、まさにそうなの。カオル先輩はそういう人なの。やっぱり同じバンドでいつも顔を合わせてるから、カオル先輩の魅力をちゃんと理解してるんだよね。あ、いや、あの場で初めて気がついたみたいな感じだったけど。嬉しいな、カオル先輩の真の魅力に気づいてくれてる人が他にもいるなんて。今日の舞台でそういうことに気がついてくれる人がもっともっといますように。ひまり、聞いてるか？それはいいんだけどさ、服は決まったのか？え？あ、まだ。カオル先輩のこと話してたら止まらなくなっちゃったんだもん。はあ、どうしよう、早く決めないとだよね。これにする。あ、でも待って、こっちの方がいいかな。どれでもいいって。ほら、早くしないと遅刻するぞ。じゃあこのピンクの。あ、いや、でも遅刻なんてしたら瀬田先輩に一番失礼だろ。
急げ急げ。うん、せかさないで。余計に決まらなくなっちゃう。じゃあ私は先に行って。